でも素敵なものが拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。欲しいような気もしたけど僕はそれをあげることにした。